おはよう。久しぶりの青くん登場です。最近はケージに入れられることも少なくなったんですけど、今朝はなぜか入れられてますね。だいたい子供たちの部屋か、うちの奥さんのベッドで寝てること多いんですけど、なぜか今日は出してもらえてなかったようです。おはよう、おいで。もうかなり大きくなって、まあ、レオ君と比べるとまだまだ小さいんですけど、本当に大きくなりました。一番最初、うちに来た時はすげえ小さかったんですけど、よしよし。もうやんちゃ盛りで悪いことばっかりやっています。最近は台所のゴミ箱の蓋付きなんですけど、開け方を覚えて中にあるゴミを漁ろうとするんですよね。ちょっとそのあたりの対策しないと。なんか変なもん食べてお腹壊しちゃダメなんで。よしよし。お、バッチリ食いついてますね、F が。うわ、寒。雲が全くないな。おはようございます。今日は10月19日木曜日朝5時40分です。全く雲のない快晴です。金星が見えてますね。さあ、今撮影に使っているカメラですが、α7C2 にレンズは今日はフルサイズ用のレンズ使っています。24mmF2.8 の G レンズ、SEL24F28G になります。まあ、本来この α7C2 にはこの 24mmF2.8 の G レンズを装着して使いたいなと思っていました。まあ、F2.8 ということでめちゃめちゃ明るいまではいかないんですけど、まあ、こういった暗い場所、暗所でもそこそこ撮れる明るさの F2.8 ということで、まあ、いろんな面で活用できるんじゃないかなと思っています。まあ、どうしても普段よく使っている20mm だとか、APS-C 用の 11mm とか 15mm って、だいたいこう 35mm 換算でいうところの 20mm 前後ぐらいが多いんですね。で、さすがにやっぱり 20mm 前後ぐらいになると、こういった外撮るとき、Vlog 撮るときなんかはいいんですけど、写真撮るときにちょっとね、広すぎるんですよね。なので、こういった24ミリ、だとか、この24ミリを1.5倍クロップして、いくらなら36ミリか。36ミリぐらいにすると結構写真でも使いやすくなるので、まあ、この α7C2、写真撮るときなんかは、この24ミリ F2.8 のこいつが主力になるんじゃないかなと思っています。まあ、フルサイズのレンズだとか APS-C 用のレンズどちらも使えるので本当に万能なカメラじゃないかなと期待しています。それではモーニングコーヒーいただきます。うまい。今日が木曜日ということはもう早くも1週間経ったんですね。めちゃめちゃ早いな。先週金曜日に鹿児島に向けて出発して、で、今週火曜日の晩に帰ってきたわけなんですけど、もう早くも今日木曜日ということで1週間経ちました。まあ、4泊5日の、まあ、キャラバンということで、まあ、ジル520の使い勝手、まあ、今回のこのためにいろいろと準備してきたということもあって、かなり快適に使うことができました。まあ、細かいところについてはまた別の動画で、まあ、キャンピングカーをメインにした時の動画でまた話をしていこうかと思うんですけど、本当に快適に過ごすことができて、いや、購入してよかったなとつくづく思っています。で、あとこのカメラですね。α7C2 が本当に鹿児島に行く出発直前に、まあ、届いて、もう何の設定もせずにそのまま持っていって、もう実践投入してきたんですけど、まあ、ソニーということで、まあ、いろんな機能面についてはもう他の機種で、まあ、使い慣れてるところもあったんで、そんなに迷うことなく、すぐに使うことができました。で、設定関係も行きながらちょっとずつこう自分が使いやすいようにカスタマイズしていって、まあ、ほぼほぼ普段使っている感じで使えるようになっています。で、今使っているこの 24mm の F2.8 の G レンズ、まあ、このレンズを α7C2 で使いたいなということで、まあ、今日はこのレンズ装着して撮影やっています。カメラを一旦 FX30 に切り替えしました。ちなみに使っているレンズですが、APS-C 用の 15mmF1.4 の G レンズになります。やっぱりこのレンズ明るいですね。
はい。で、これが α7C2 ですね。で、今日はこの後このスタイルで撮影やっていこうかと思います。24mmF2.8 の G レンズになります。ちなみにこれも以前紹介したんですけど、フードを純正のものじゃなくて、ちょっと他社製のサードパーティー製のフードになるんですけど、メタルのこう角型のフードに交換しています。どうですか？かっこよくないですか？このスタイルでね、使ってみたかったんですよね。めっちゃこれかっこいいです。これフード自体は5000円ぐらいしたのかな。まあまあいいお値段するんですけど、でもやっぱこういったね、見た目って非常に大事だと思うんで、このスタイルで今日はこの後撮影やっていきます。それからこれが、今回の鹿児島キャラバンの時に使った APS-C 用の 11mmF1.8 になります。まあ、ほんとね、軽量コンパクトな、まあ、APS-C 用のレンズにはなるんですけど、まあ、この α7C2 や α7CR、まあ、あと α7C なんかもそうなんですけど、こういったあの小型の、ボディに組み合わせするのにめちゃめちゃ APS-C 用のレンズって合うかと思うんですが、残念ながら ZV-1 はね、これができないんですね。まあ、できなくはないんですけど、まあ、どうしてもあの周辺が蹴られてしまうということもあって、こういったあの APS-C 用のレンズ、ちょっと使いにくいっていうところがあるんですが、こういったあの α7C や α7C2CR は、こういったあの APS-C 用のレンズを使って、スーパー 35mm、APS-C モードで撮影できるので、まあ、その点がね、すごく非常に使い勝手がいいんじゃないかなと思います。まあ、明るさに関しても F1.8 ということで、まあ、今回この1本だけしか使わなかったんですけど、まあ、写真撮るのは若干ね、厳しいところはあったんですが、まあ、それでももう動画撮影するのにはもう全然困らなくて、まあ、旅に持っていくにはこのレンズ、まあ、いいなとつくづく思いました。まあ、それから今後使っていくレンズはね、こいつですね。20mm の 1.8G レンズです。SEL20F18G になるんですけど、もう定番中の定番ですね。Vlog 撮るんだったらまずこの1本買えば、なんとかなるというような、非常に明るくて、で、サイズ的にもフルサイズ用のレンズにしてはかなりコンパクトな部類に入るかと思うんですけど、いやもう重さも軽量で非常に使いやすいんですが、ただやっぱりね、α7C、シリーズなんかと組み合わせると、やっぱ若干ちょっとレンズの方が大きくなって、まあ、見た目がどうかなっていうところはあるんですけど、まあただ、α7 シリーズ、α7 S3 だとか、α7 4、まあその他の機種なんかに合わせるのにはね、非常にいいレンズだと思います。まあこのレンズもね、組み合わせして今後使っていく予定です。まあ、他にも組み合わせるレンズとしては、こういった、まあ、APS-C 用のレンズになりますが、10mm、20mm の G レンズ、SELP1020G になるんですけど、まあ、これなんかもね、使いやすいんじゃないかなと思います。ただまあ、F4 透視ということで、明るい場面撮影するときはね、めちゃめちゃいいレンズなんですけど、まあ、本当に夜間の撮影のときにはちょっと苦しいので、まあ、こういったせめて F2.8 の明るさぐらいが必要かなと思っています。その他これですね。これまあフルサイズ用のキットレンズになるんですけど、まあ、今回発売された α7C2 のキットモデルのレンズだったかな。まあ、僕はちょっと別で購入したんですけど、まあ、こういったキットレンズなんかもね、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、これキットレンズなんですけど、写りかなりいいんで、まあ、ちょっと明るさが、F4 ですね。F4 からなんで、まあ、これも明るさがちょっとないところがあるんですけど、まあ、フルサイズのセンサーを活かして、そこそこ、暗所でも使えるんじゃないかなと思います。これもね、結構、軽くて、軽量な、軽くて小さいレンズなんですけど、ただ撮影するときにね、こうやってレンズ鏡頭部分を飛び出さなきゃダメなんですね。ここがちょっとあまり気に入ってないところなんですけど、で収納するときはね、こんな感じで、綺麗に収まるんですが、ちょっとスタイルがどうかなっていうところはあるんですけど、写り自体も非常に良くて、まあ価格自体もフルサイズ用のレンズにしてはかなり安い部類に入るので、中古品なんかでもね、結構出回ってるので、まあこういったレンズもいいんじゃないかなと思います。こんな感じで今手元にある小さい軽量なレンズ並べてみたんですけど、まあ今これ使っている 15mmF1.4 の G レンズも含めて、今後 α7C2 で活用させていこうと思っています。じゃーん。やぼようで岡モーターさんにやってきました。引き続き α7C2 に今日はレンズは 24mmF2.8 の G レンズ、フルサイズ用のレンズになるんですけど、この組み合わせで撮影しています。画角まあいいですね、24mm。まあ今手一生懸命伸ばしてる状態なんですけど、こんな感じです。で、アクティブ手ブレ補正は今オフにして、
手ブレ補正スタンダードにしてます。スタンダードということは、アルファセブ C2 のボディ内手ブレ補正のみ効かせて撮影している状態になります。これだとノンクロップ状態になるので、24ミリ価格がこれぐらいの価格になります。まあ、なんとか自撮りで使えるぐらいの価格ですかね。さあ、というわけで藤沢さんを探そうかと思うんですけど、あの正面にいるのが多分そうだと思います。藤沢さんとの打ち合わせ終了したんで、じゃあコーヒーいただいてきます。ではアイスコーヒーいただきます。まあまあボケるな。今 F2.8 でこれぐらいのボケです。いただきます。うん。うまい。このハイマめちゃめちゃでかいな。長い。7メーター30、40ぐらいあるかな。もうちょっとあるかな。かなり大きいです。いや、もうちょっとあるかな。8メーター近くありそうな気がするな。このリアのガレージ収納庫部分もめっちゃでかいです。それでは用事が済んだので帰ります。17時20分を回りました。本日終了です。それでは早速いただきましょう。スーパードライ。色味とかどうですかね。明るさも今 F2.8 の ISO800、 シャッタースピード60分の1です。それではいただきます。うまい。で、今日は APS-C 用のレンズをずっと先日まで使ってたんですけど、フルサイズ用の 24mmF2.8 の G レンズを使って撮影してみました。まあ F2.8 ということでめちゃくちゃ明るいレンズではないんですけど、そこそこの明るさは確保できるので、まあ、これぐらいの明るさだったらほぼノイズがなく撮影できてるんじゃないかと思います。で、この α7C2 にこのレンズを使って撮影っていうのをねずっとやってみたかったんですけど、やっぱこのね角型のフードを装着するとめちゃめちゃかっこよく見えるので、まあ、この組み合わせでねこれからどんどんこの α7C2 を使っていこうかと思います。はい、というわけで本日以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。で、明日明日はまあ一日仕事して、まあ、夜はもう自宅で寝て、で土曜日の早朝から今度は愛媛の方に行きます。でもう今シーズン最後の大会っていうのかな、全国クラスの大会になるんですけど、アンダー16アンダー18の、全国大会、選手引率でまた愛媛の方に行ってきます。道後温泉行けたらいいんですけどね、ちょっとまだそこまでの予定立ててないのでどうなるかまだわからないんですけど、またこのジル520を使って、愛媛県に行ってきます。それではまた。